松田ズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、この試合の模様をお送りいたします。カープの先発は右の森下、対するドラゴンズの先発は右の勝野、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の森下、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは大島。背番号8、はい、第9、初球見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた。マクブルーム交代、スタンドに入りました、ファール。第3球はボール、低め。第4球を投げた、外れた、ボール。次は5球目、投げました、ボール、インローへ。第6球はアウトコース、空振り三振。左バッターボックスは2番岡林。第9、投げました、見送ってボール。第2球投げました、アウトロー、空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。第3球はボール。第4球を投げました、ストレートはボール、インコース低め。さあ、5球目打ちました、ライトへの打球、ライト交代、取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスには高橋。背番号3。第9、初球打ち流した、サード正面のゴロ、アウト、スリーアウト、チェンジ。森下、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターはマルティネス。第9、投げました、ボール。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。第3球ストレートはボール。次は4球目投げた、ボール。次は5球目打った、痛烈な当たり、ライト下がった、抜いた、打ったバッター一気に二塁へ向かう。マルティネス、いいバッティングを見せました。カープ先制のピンチを迎えます。第9、投げた、ボール。まずアウトコース低め。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、打って出ます、セカンドライナー真正面。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。背番号00。第9、投げました、内角、縦のカーブ外れてボール。第2球投げました、空振り。第3球を投げました、決まった、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。さあ、投球は5球目、初球見逃し三振。バッターは7番石橋。石橋、背番号58。第9、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、打った、打球は三遊間へ抜けた、レフトバックホーム。石橋、いいバッティングを見せました。カープなおもピンチが続きます。第9、投げた、チェンジアップはボール、まずは低め。第2球投げた、外、外れてボール。第3球を投げた、空振り。第4球を投げた、ストレートはボール、外へ。
さあ5球目ストライク、次は6球目、ランナースタート、打ちました、抜いていった、ライトからサードへ、ドラゴンズ1点先制、1対0。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。バッターはピッチャー勝野、背番号41。第1球ストライク、第2球ボール、投球はこれから3球目、合わせて打った、ファール。第4球はインコース高め、ストレートは外れてボール。さあ5球目、打ちました、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、取ってこれで3アウトチェンジ。2回の表が終わって1対0カープ先制点を奪われています。カープ追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面で三好、第1球投げました、アウトロー、外れてボール。第2球投げました、おっとデッドボール。ドラゴンズこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは大島、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、縦のカーブ、ボール、まずは外角低め、投球これから2球目、打ちました、破った、大島ナイスバッティングです。バッターは2番岡林、第1打席はライトフライに倒れています。初球バント、ボールはキャッチャーの前、一塁へ送る、アウト、ランナー二塁に進みました、ワンアウトランナー二塁に変わります。第1球まっすぐ見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、決まった、ストライク、追い込んで第3球をアウトコース、直球は外れてボール。第4球は打った、第5球投げました、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。第6球を投げた、ボール。さあ7球目低めのボール引っ掛けた、ショートバウンド、ボールを掴んだ、菊池うまくさばいています。カープなおもピンチが続きます。第1球投げた、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。森下ツーアウト三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは阿部、最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。投げた、見送ってボール。第2球投げた、アウトコース低め、空振り。投球はこれから3球目、空振り、少し意識しすぎたか。さあ4球目カットボールはボール。第5球投げた、打ちました、いい当たり、打球は左中間に上がっている、ワンバウンドヒットになった、バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、阿部ツーベース。先ほどのプレーです。バッターは6番石岡、これが2度目のバッターボックス。第1球あーっとキャッチャー取れない、そして今拾い直した。カープここで前進守備を敷きます。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ドラゴンズ1点入りました、2対0。さあリプレイです。バッターは7番石橋、第1球投げました、打ちました、初球打ち、ライト落下点、これはライトフライになった、掴みました、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げました、縦のカーブ、ボール。第2球2球目ストライク、
投球は3球目石岡打ちました。ヒットエンドラン、ショート右の当たり、アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。バッターはピッチャー勝野。第1球ストライク。第2球投げました、打ちました。第3球を投げました、一つ外してボール。第4球を投げた、打った。ご注意くださいませ。投げた、ストレートはボール。投げた、打ちました。フラフラっと上がった、三好下がっていった、取りました。これで3アウト。4回の表が終わって2対0ドラゴンズリードを2点としています。カーボー展開で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で三好もう第2球投げた、打ったに当たりだ、センター交代、ダイレクトで当たった。上本一気に三塁へ、バッターランナー二塁でストップ。三好ツーベースヒット。カープどうドラゴンズ、この回1番からの好打順になります。トップバッターは大島。第1球直球決まってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、打ちました。第3球ボール、アウトコースへ。次が4球目投げました、打った、センターへ上がった、センター下がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番岡林。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。投げました、カットボール、空振り、タイミング合いません。追い込んでから投げた、ボール。投げた、打ちました。菊池ボールを取る、一塁送球、アウト。岡林いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げた、ボール。投げた、3球目ストライク。第4球を投げました、4球目空振り。さあ投球は5球目投げました、おっとこれ当たった、デッドボール。バッターは4番マルティネス。第1球投げました、初球引っ張った、ファウルボール。第2球インロー、ボール。第3球ストライク、146キロストレート。次は4球目投げました、ボール。第5球投げました、ボール。ランナースタートを切った、三振。5回の表が終わって2対0ドラゴンズ無得点で終了です。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターは阿部。第1球初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、打った、ライト前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番石岡、今日3打席目。第1球投げた、初球を打ちました、ライトへのフライダー、ライトバックしていった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番石橋。第1球初球を打った、うぐさ余裕があります、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。森下3人でピシャリと抑えています。6回の表が終わって2対0です。
カーブ、追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で三好、外れた、ボール。第2球投げた、ボール。投げた、ストライク。次が4球目、投げた、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになる。相澤、二塁回った、ランナー二塁でストップ。三好、ツーベースヒットを放ちました。カープ同点のチャンス。森下降板、マウンド上ピッチャーは森浦、今日2人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球ストレートはボール、投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、見送ってストライク。1球見送りました。さあ5球目、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、入った、ソロホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは代打三ツ俣。第9球投げました、初球はストライク。まずは決めてきました。第2球サークルチェンジャー、ボール、内角低め。第3球を投げました、インハイ際どい球、ボール。さあ4球目、打ちました、1・2塁間への当たり、セカンドから1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って大島、今日はここまで3打数1安打1三振。第9球投げた、高め際どい、ボール。第2球サークルチェンジ、空振り。第3球を投げた、ボール。投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番岡林。第9球内角高め、スライダーは外れて、ボール。投げた、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げた、ストレートはストライク。第4球を投げました、打った、ファール。追い込んで第5球流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第6球を投げました、ボール。さあ7球目、あっと引っ掛けた、セカンド右横のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で三好、完全に外れた、ボール。第2球投げました、打ちました、いい当たり、ワンバウンドヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。カープここで勝ち越しました、4対3。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。森降板、マウンドに上がったのは谷本、今日3人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、ボール。投げました、外れた、ボール。投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第4球は打ちました、サードこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして4対3、カープこの回逆転に成功しています。森浦降板、ここでマウンドに上がったのは森、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9球ストレートはボール。第2球投げた、カットボールはストライク。投げた、打ちました、左へどんどん切れていきます、ファールボール。第4球は打った、左中間のフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。
バッターは4番マルティネス。今日はここまで3打数1安打1三振。見送ってストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球打った。ファウルボール。投球はこれから3球目。さあ4球目ボール。第5球投げた。ボール。投球はこれから6球目。膝元外れてフォアボール。ドラゴンズダイソーを送ります。高松一塁に入りました。右のバッターボックスは5番阿部。これが4度目のバッターボックス。第9球高松走った。外れた。キャッチャー二塁走。盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。リプレイをご覧ください。カーブ外野は浅めの守備を取ります。見送ってストライク。第3球を投げた。打ちました。これはヒットになります。カープ大事なイニングで追いつかれてしまいました。4対4。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは6番石岡。今日はここまで3打数1安打1三振。あーっとショーフライになった。掴みました。送りバント失敗。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第1球ボール。第2球直球空振り。投球はこれから3球目。チェンジアップ空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。第4球を投げました。打ちました。ライト落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。8回の表が終わって4対4カープ同点に追いつかれています。森降板。マウンド上はターリー。今日4人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。第1球投げました。初球から打ってった。スタンドに入りました。ファール。投球これから2球目打った。左中間のフライ。ワンバウンドヒットになった。中継。バッターランナー二塁蹴って三塁へ。強打スリーベース。カープピンチを迎えます。先ほどのプレーです。ピンチヒッターは郡司。カープ一打負け越しのピンチを迎えています。第1球ストレートはボール。第2球投げました。高めの球空振り。第3球を投げました。ボール。低め。第4球は打ちました。追い込んでから投げました。打ちました。破ってった。カープ土壇場。ここで勝ち越されてしまいました。ドラゴンズ貴重な1点を追加。5対4。バッターはトップに帰って大島。第1球高め際どいボール。投げた。ボール。第3球を投げた。打った。切れていきます。ファール。第4球を投げた。ストレートはボール。高め。第5球投げた。打った。三好バックしていった。落下点に入りました。取りました。郡司飛び出している。二塁送球。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第1球初球空振り。いきなり156キロ。第2球投げた。ボール。第3球を投げました。引っ張った。レフトへ上がった。レフト掴みました。中継。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは一塁変わりません。第1球決まってストライク。第2球投げました。打ちました。ファースト前方のフライになりました。マクブルーム落下点に入った。取りました。これで3アウト。9回の表が終わって5対4。カープ1点をリードされています。さあ同点のチャンスを迎えました。2アウトランナー1塁3塁という場面で三好。今日は3安打猛打賞。
第2球投げました。打った、これは強烈、サヨナラか、入った入った、サヨナラ、逆転サヨナラ、スリーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、サヨナラ勝ち、三好素晴らしい一発で見事サヨナラ勝利です。さて本日のヒーローは三好、本当に今日は大活躍でした。